こんばんは、あなたの街のレコグーです。リトルナイトメア2実況の続きをやっていきたいと思います。さて、前回は病院から抜け出したというところで終わりましたね。献身的なお医者様に追いかけられた中、私無事に脱出することができましたといったところで、さあまた街の中に戻ってきてますねっていう感じですね。雨が降っている中、なんか私いろいろジャンプしながら物に障害物に乗っかっては見るんですが、特に何もありませんね。さあ街の中を走っていく、なんとなくサイレントヒルっぽい雰囲気になってきたなと思ったり思わなかったり、なんか上から落ちてきてんぞ。なんだなんだ、今奥か奥、なんか俺が落ちた。ミイラ取りがミイラ取りとなってしまいましたそうだったそうだった、この街は奥の方に行こうとすると溝があってそこに落ちるんでした。すっかり忘却しておりました。いやー、なんかでもさっきから上から飛び降り自殺してるような音が聞こえていたし、何か影が見えていた。さあこっちもなんか誰か飛び降りました。今どなたか、なんだろう、音がしますね。誰かの演説、演説っていうか、なんていうか、なんだろう、テレビのような音がしているような気がします。この階は何もないですね。さあ階段が上に続いていて、この扉も開けそうに、開けられそうにないと。で、誰かがなんか斬新な死に方をしてますね。いやー、これは斬新な死に方だ。引っかかっていますよ、引っかかってお亡くなりになっていると。さあお邪魔しまっした、お邪魔しましたお邪魔でしたね。は？こっちには来ない。あれ、誰かが確実に、あ、落ちてきた。あの人、親方、空から男、女、男性か女性か分かりませんけど、親方、誰か落ちてきたラピュタもびっくり。落ちてきたと思ったら奥の部屋に行って斬新的な自殺をなさっていらっしゃる。テレビに頭から突っ込むとはな、なかなか。さあ煙吹いてますが大丈夫でしょうか。もしもしという感じですが、さあこちら台の上に登って、死体蹴りをした上でここに行くんでしょうか。はい、 OK。 おっと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 、いきなり高所恐怖症の私には厳しいような洗礼が待っていたじゃねえか。怖え怖え怖え、このはしごも怖え怖え怖え。上に登れば登るほど途中で折れてんですねこれね。さてと、一体何なんだ。今回はすでにチャプターは変わっているという話でよろしいか。さあなんかいるのかな。あ、お邪魔しましたね。またなんかいますね。さあなんかいますけど、あ、テレビに突っ込んだっていうことは、なんかテレビの音がうるさくて隣人うるせえよと、あのいわゆる生主のあれかな、生主さんもよくあるじゃないですか、うるせえって言って壁ドンされること、それに近いことをやりに行こうとしているのかな。あの人はでも違いますね。鍵穴というか扉の隙間から何かを見ているような気がします。で奥でまたテレビを見てる人がいる。ここは電気が通ってるんですね。はい今まで電気が通ってなかった家があったかのような発言。さあ奥の人もなんかテレビを見てる。さあここの人はみんなテレビが大好きなんだね。さあで、こちらの部屋にはテレビがないのかな。ここ開けれそうかな。あ、はい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 、こういうパターンはここ台にできるようなものがどっかにあるんですよ。例えばこのバケツ台にできませんか。違うな、ただの雨漏り。これは相方ヘイか、ヘイか、まさかのヘイか、ヘイヘイ。なんかドラムを叩いてるような音がしてるんですけど、なんかご機嫌なリズムが、ご機嫌なリズムが聞こえたけど、これもテレビの音。 DTM でもやってんすか。なんかビートを刻んでいるような気がしますが大丈夫でしょうか。なんかお風呂場でビート、風呂場でノートパソコンを見てるのかスマホを見ているのか、よくありますね。スマホを見ながらお風呂に入ることがあるっていう方はぜひコメントいただけると。私はちょっとスマホを持って風呂に入るっていう習慣がないので、実際どうなんでしょう、便利なんでしょうか。お風呂場の半身浴とか使ってる時間を潰すのに便利だったりするんですかね。
さてと、またエレベイラーがあって、ちょ、相方、はい、相方についてかんと、いつもこういうのってひどい目に遭うから、相方待ってくれ。はいはいはい、相方に追従す、あぶ、なんで相方そんなに跳躍力あんの？この前から思ったんだけど、身体能力に差がねえですかって私は言って上に参ります。チーンと、チーン、鍵閉まっとるやないかい。また鍵閉まっとるやないかい。え、待って、もう一回引くと、下に参ります。あ、ここは行け、え、どういうこっちゃ。今ここから来たんじゃろ。ちょっと待って、途中で止めれるのか、として一個上の階に行くところでパッと離す、離したかったよ。抑える、パッと離す、でここでジャンプする。よいしょ、こういうことね。ああ、そうそう、横穴をさっき見つけてたんですよ。ここから行くんだろうなって思って、だからシックスちゃんだけ、先に上に上がってもらって、私は鍵を見つけて戻るということなんですね。いやー、おかしいなと思ったんすわ。上と下しか行き来しないのに、上も下も入れないって、そんなバカな話はないでしょっていうね、そんなことを考えていたんですが、まさかの横穴があったと。いやー、わけわかめでございます。さあ入ってみると、大丈夫か、ここ、はい、ここだね、ここにも横穴ありましたから、さあ横穴から横穴へ出るという形で、鍵がないというところで鍵を探しに行くんでしょう。さあ上の階何かあんのか、なんもないですね。あ、台がありますね。台があったからなんだってんだ。さっ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 さ、ここの引き出しに鍵が入っている、そんなことはあったぜ。あったぜぜ。でも気になるからいろんなものを開けてみたいって思うレコちゃんだったんですが、そんなこともなく、はい、特に入っても何もなく、はい、鍵ゲットしましょう。さあ冒険は続く。よいしょ、ゲット。ところで、ここにあるペンとかは持っていけないんでしょうか。これは何の部屋なんだろう。あ、ノームちゃん、この何ていうんですか、黒板に貼られてるところ、こちらの左側に貼られている紙、ノームちゃんじゃありませんか。違いますかね。さあ特に何かあるわけでもなく、さあ電気をつけてみるけれども何も存在しない。はい、 OK です。じゃあ鍵はゲット。あ、それ宝バーコーだったんですね。宝バーコー、はい、まあライトって大事よねっていうところで、はい、シックスちゃんお待たせいたしました、相方どうぞ。で、相方を出すと何かができるようになるんだろうか。奥の部屋とかないですか。奥の部屋とかはないと。待て、お待ちくださいね。これひょっとしてなんですが、ここ一人では飛び乗れないと思っていたんですが、ここひょっとして相方、はい、ひょっとしてだけど、え、何、なんか相方ここで止まっちゃったけど、何、あ、こっち、てっきりそっちの、左側に見えている、あら、ダメだ、いけない、左側に見えているレバーを相方と一緒にヘイヘイ案件で飛ぶもんだと思ってたんですが、違うんでしょうか。相方ちょっとここ来て、あ、ほら、合ってる合ってんじゃん。で、このレバーを引くとどうなんの。ん、レバーを引いてひょっとして中に戻ってもう一回これを引っ張ると上の階に行けますよ、そんなことだったりする。そんなことなかった、私だけ地獄の一丁目行き、ただいま。ただいまじゃないわ。え、何だったのこれ、何だったのこのレバー、ちょ、ガチでわからん。ヘイって言われてやってみたけれど、あのヘイ、これ何、シックスちゃん何これ、謎が全くわからん。ヘイでずっと引っ張ってると何かが起きる。しばらくぶら下がり健康法を試してみましょうか。何が起きてる今で、どうなった、それでどうなった、
特に何の変化もなく、何の変化もなくか、なあ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 、シックスちゃんや、こっちはもう登れないし、あれ、どないなってんの。上の方さっき何か画面が一周動きましたけど、何か関係があったりするんでしょうか、それともこれを引っ張って私だけ横に抜けるとか、引っ張った瞬間私がダッシュで逃げるとどうなる。で下に行くじゃんか。あ、でシックスちゃんかもわもわもわ、分かった分かった、これ一回下にやって、その上でエレベーターを呼び出します。そしたら二人でダッシュしてこちらに、そういや、そういうことな、無理のない展開、なるほどなるほど。さあセーブ入りました、オートセーブ入った。で待った待った、そこの箱の中には何があるんだい。ここに箱があったんだけど、この箱は何だい、引っ張ってみよう。さて左側に抜け道が出てまいりました。いいですね、こういう抜け道大好き私は。行ってみよう、好奇心が止まらねえんだわ。またシャドウくんがいたりとか、そういった感じ、合ってる。何何何これ、何が起きとんのこれは。ねえねえ、カラスさんが瓶に突っ込まれてますけど大丈夫でしょうかこれ。他には何かないかな、特に何もないですか。カラスさんが瓶に突っ込まれてる、あとトイレットペーパーとゲロみてえな状態になってますよっちゅう話で。あ、何かの絵を再現したんだろうかこれ、影で絵ができてるとかそういった感じなんでしょうかね。でも特に何もなさそう、シャドウくんだけでしたね。じゃあ一回元に戻りましょう。はい、ごめんごめんシックスちゃん、ちょっと寄り道した。さあこっち側、右側に向かって進んでいきましょうかね。他には何もないかな、ここら辺は何もないかにゃ、ないかにゃ、奥の方にも何もないかにゃ、大丈夫かにゃ。はい、んじゃんじゃらば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 、先に進みましょう。はい、ここを登っていくとなんか雨の音がする。一寸先は闇的なことはなかった、大丈夫大丈夫、いきなり落ちるとかそういったことはなかったですね。さあ屋根の上、あ、電波塔が見えてきた。あれか、あれが電波塔ってやつか、この不思議な世界の元凶らしきものでしょうか。押して入る、押して参ると思ったんですけど、そうじゃないですね、ここは確実に登っていくタイプの窓ですね。はい、窓から侵入、決してドアからは入、どうした、何を取ろうとしてるんだシャドウ君は。おい、シャドウ君が今何かに向かってジャンプをしていましたが、とりあえず相方を連れてこなきゃいけないっていうことは分かった。で、おそらく連れていくためにはこの箱をずらすんでしょうと。で、ここで相方を呼びます。はい、相方どうぞどうぞ、相方こちらいらっしゃい。ヘイヘイヘイ、オレンジ来いよオレンジ来いよ、どうぞどうぞ。あ、まあまあまあ、あ、相方潰しちゃった潰しちゃった潰しちゃった、あ、相方どうぞ、まあ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 、まあ、狭いとこですが、僕が出れなくなってますこれとして。さあ相方入ってこれるかな、あれ相方が入ってこない、相方、あ、僕がちゃんと相方に触れてあげなきゃいけないとかそういう話じゃない。はい、ちょ、はい、どうぞどうぞ、はい、はい、どうぞ、むさ苦しいとこですがどうぞ、はい、どうぞ。あ、相方、まさかと思うが、相方この箱が邪魔だから私入れない的な、あー、なん、画面がむちゃくちゃだよ。相方が死んでも入ってきてくれないっすね。え、どうしたらいいんだこれ。あ、あ、ちょ待ちこれ登れん、まさかさっきの部屋は本当にファントムを取りに行く、ファントムっていうか、あの、私がシャドウって言ってるけど、あれファントムっていうらしいですね。あのファントム君を取りに行くためだけの部屋だったってこと。じゃあ私は今まで何を頑張って相方をね、あの部屋に迎え入れようとしたんだろうかな。俺んち来いよみたいな感じになってましたけど、ここは、はい、ヘイヘイ案件か。はい、ごめん、電気嫌いだったねシックスちゃん。はい、でここ登って、あそこにハンガーがあるじゃろ、
ハンガーがあるから、せい、つかめ。つかめなかったのである。ごめんよ。そりゃ体育座りするよね。ごめんよ、ごめんよ。シックスちゃん、さすがに今のは悪かった。そりゃそうだ。ちょっと待ってと、待ってと。つかめじゃなくって、お前がつかむのはこのクランクの方じゃろ。これを回すんじゃ。で、シックスちゃんが乗ったらこれを、相変わらずわけのわからん回し方してますね。逆回転ですよ、これほぼ。こんな効率の悪い回し方あるかって話で。さあ、そうすると、シックスちゃんが何かやってくれる。おお、手を差し伸べてくれた。私はじゃあ、可能な限りダッシュで、ジャーンプつかむ。はい、助かった。センキュー、相方。はあ。で、ここも、階段がありますけど、そこの階段は何か立てかけてありますか？大丈夫ですか？立てかけられてない方から登る。 OKOKOK、 無理のない展開 OK ですよ。はい。でここはさすがにジャンプしても届かないから、シックスちゃんにヘイってやってもらって、私がウシって上がってダシャってやる。はい、肉体言語擬音が多すぎる。擬音が多いというか、もう伝わるのかどうかすらわからない。もう実況者失格だよこんなやつこんなやつは実況者失格だよ。ここか、この窓から侵入するのかなと思ったけど、ちょっと違うようで。となると、このよいしょ、この管を登っていく感じでしょうか。はい、合ってました合ってました。よし、 OK。 でここはさすがに入れるでしょう。はい、侵入可能っぽいとこ見つけた。な、もうまるで泥棒のそれである、泥棒のそれである、そんな感じですね。はい、中に入りました。さっ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 さ、なんか向こうから音がしてるけど、それはきしんでいる床の音でしょうか。誰かのお腹の音だったりとかしないと。小腹減ってね。そんな感じ、そんな感じじゃないよ。ペッペッ、ちょっとお待ちくださいな。さあ、この先一気に進めそうだ、進めそうだ、進めそうだ。えい、届かないか、届くか、届くか、届かないかで言うと、届いてしまう私がいる。はい、 OK。 上から何かが落ちてきてます。テレビが重みで落ちてきそうだねって話。え、このまさかまさか階層が崩れる。まずい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 。おおおお待ってたら死んだんですが。さあ、なんか時間制限ありっぽいです、ありっぽいです。これどうしたらいい。ま、あ、押せ。多分2人で押せば間に合うっていうパターン。2人で押せば間に合う。分かった方、はい、相方頑張って、私と一緒に幸せなら扉押そう。はい、はい、ゴロンゴロンゴロン、いってえな。さあさあ、建物自体が崩れてんだ。やばいですよこれは。あー、だからなんで相方さん、なぜ相方、なぜあなたは相方なの。じゃーん、届くわけねえ。ひどい追い打ちじゃないか今の。あれ、死んだわけではなかった。私生きてた。追い打ちを食らったかと思ったが、私は生きていて、シックスちゃんが、おいシックス、相方大丈夫、相方今助けてやるぞ。任せろ、今助けてやる。よいしょ、大丈夫か。危ねえ。後ろのソファーが倒れてきそうです。左側にあるソファーが倒れてきそう。相方大丈夫か。足やられたか。立てるか、立てねえか。大丈夫か、手つなぐか。肩貸そうか。シェイクハンド、よし、大丈夫。怪我してるんだったらすぐ病院連れてってやるからなって。病院なんかあんのかこの世界。あ、ありましたねさあ、こんな状態になっても相方は私のことを上に上げてくれる。ありがとう。この相方の気持ちに応えたいよ。それにしても本当にね、築何年だよって言いたくなりますね。あっという間に潰れてきたじゃないですか。びっくりしましたよ。欠陥住宅ですか本当に。あ、またテレビのチャンネル合わせなきゃいけない。私が超絶下手くそなチャンネル合わせの時間始まるよ始まるよ。はい、ペタッと手をつけて、
ペタッとつけんかい。そしたら。やっと入れたよ。なんで僕はいつもチャンネルを合わせられないんだか。本当に困ったものです。こんなにチャンネルを合わせられないということは、僕とこの世界の相性は悪いんじゃないかっていう。僕がモノ君の気持ちを分かっていない、そういうことなのかもしれません。さあ、いつまで経ってもあの扉にはたどり着けませんが、あれ？だんだん近づけるようになってきてる？まさか？もうすぐ扉に手が届くんじゃないか？そういったちょっと変化が見えてきました。手が届くか？ガシッ！手が届いた！扉の先に何があるんだ？さあさあさあ、開けてはいけないのか、開けてはいけないのか。なんかピンク色の紫、赤紫色の世界が待っていて、奥にいるのは誰？誰？紳士、ジェントルメンがいるような感じがしていますが、誰だ？あ、なんかテレビの奥に誰かが見える。やばい、貴様見ているなって感じになってる。なんか相方がやべえぞって言ってる。おいおい、やべえぞ、なんか出てこようとしてるね。本当になんか出てきてる。やばい、なんか出てきた。嘘、相方速攻私を見捨てて逃げてるじゃないの。あー、嫌です、あなたに用はない。なんかジェントルマンが出てきましたけれど、はい、私は逃げるぞ。はい、奥だ。あら、これが足長おじさんってやつですか。なるほどなって、これはきっとここに滑り込んで隠れろっちゅうことじゃないか。相方急いで、いやハリーアップでございます。え、ちょっと、うちの相方が、あれ、相方がファントムになった、シャドウっぽくなっちゃった。どうし、相方、今この壁に貼ってある絵みたいなジェントルマンが出てきて、ジェントルマンになんか粒子的な分解をされましたね。今ね、分解されちゃって相方が消えてしまった。うちの相方を返して、どうしたらいいのこれ。とりあえずあのジェントルマンまだいるか。ちょっとジェントルマンに話を聞かんとあかんやろこれは。ジェントルマン、もう一度更新をできるか、できるのか。入れた。え、なんか目ん玉が見えましたよ。うお、ここは一体さっきとは、同じ建物でしょうか。全然違うとこにワープをした。果たして本当に同じ世界なんでしょうか。あ、もうちょっと待ってください。私さっきのジェントルマンとの遭遇でライトがなくなっていることに気がつきました。あらららららえ、ちょ待った、うちの相方はどうなっちゃったのさ。どないしょー。あー、でもちょうどお時間がいいところなので今日はここで終了にしたいと思います。果たして相方、そしてモノ君の運命やいかに。次回に続く。さようなら。